12月21日でございます。今日はビアゲン忘年会ということで、ベアードビールにキャンプをしに行きたいと思います。イエーイ。どうですか意気込みは、雄大くん。吐くまで飲んで食べる。いいですね。ハンスね、ハンス。ハンスします。一回胃から戻すってやつができるっていうね。そうです。意気込み、コシ君お願いします。小野心の代わりに。到着しました。こいつです、こいつ。あー、これ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 、このリアカーを使ってテントを運んでくるというオートキャンプサイトではないという、そういう感じでございます。よっちゃん、はーい、今日は楽しみですね。ユニキで今キャンピングトレーラーを動かしております。ありがとうございます。本日は誠にありがとうございます。今からサイドオーニングを立てたいと思います。これからタイムラプスになっちゃいますが、よろしくお願いいたします。ということで、テントが本当5分ぐらいで立ち上がりました。こんな感じですね。6人ぐらいが座ってテーブルを置いて入れるかなと。あざす。イギリスのテントブランドですね。下にリンク貼っときますので、また見てください。調子乗ったこと言っちゃってますか、僕。下のリンクを、リンクを貼る。リンクを貼るんですか。リンクを貼るんで。これはね、スターバズという。結構なね、こう最高級ラインナップのアメリカですね。ステムなんですけど、あ、ステム来ましたね。すごいおすすめなんで、あの下にリンク貼ってきます。こちらからどうぞ。どうですか、雄大。いや、いいですね。やっぱ開放的なところなの、新車。一味違う。一味違う。二回言った。二味違う。ダメだね。ちょ違う。あ、ひどいこれ。何しなんですか。ドンって言ってるから。ドンって言ってるからね。ね。これからもうクリーターだらけだからね。お前の話じゃないかい。ドンって言って。ドンって言ってこれ。いいよ、ドンって言ってこれ。テレビで撮れちゃうと思います。俺今日一日する。大丈夫雄大、痛いよね。あ、大丈夫。ベアードブリュアリー修善寺、キャンプ場がこちらなんですけど、もうタップルームバーがここから、この建物からですね、入って3階です。目の前にバーがあるという、なおかつクラフトビールが飲める、この環境は他のキャンプ場にはないんじゃないですかね。この最高のクオリティ、いいですよね。居酒屋が目の前にあるだけでもいいのに、それがクラフトビールが飲めるバーという、最高です。どうです、もう最高です。行っちゃいます、僕行っちゃいます。あったかい。気持ちよすぎでしょ、これ。これ屋上に来ております。キャンプをしながらクラフトビールを飲めるっていう、で、この素晴らしさ、どうですか。素晴らしい。いっぱいも飲んでないけど。ジェンガやります。じゃあ行きます。お、フリール、上を脱いでください。寂しいやろ。面白い、毛むくじゃない。これ。おお。演出がすご
あー、危ない危ない危ない、うわうわいやいやいや、あー、あー、あー